10月12日は、グレゴリオ歴で年始から285日目にあたり、年末まであと80日ある。コロンブス一行が、西インド諸島に初上陸この後、原住民である。アラワク族は、西インド諸島から駆逐される、デルフト大爆破。右は、デルプールによる、破壊後の光景。フェルメールによる、デリフトの眺望は、その数年後の街であるミュンヘンにて、 オクトーバーフェスト初開催バイエルン王大使、ルートビヒ結婚の祝祭が発端、国会開設の章発布。第一回帝国議会は1890年11月29日に開会されたサントリーホール会場オーストリア帝国のハンガリー人識者、アルトルニキシュ誕生。ベルリンフィルハーモニー還元学団上認識者、世界で最も邪悪な男オカルティストアレイスター。 クローリー誕生時代劇映画の石を築いた映画監督、伊藤大輔誕生三代テノールの一人、テノール歌手、ルチアーノ・パバロッチ誕生俳優、真田博之誕生デンマーク・ノルウェーの王・フレデリク四世、ボツレン・ブラント・ファンデインの弟子、カレル・ファブリティウス・デルフトの大爆発に巻き込まれて死去。右は、五色日は南北戦争における、南軍の英雄ロバート・イーリー・ボツ社会党委員長、 浅沼稲次郎教人に倒れる朝鮮戦争当時のアメリカ合衆国国務長官ディーン、アチソンボツ小説家、随筆家、長井達夫没。鎌倉文学館所大館長建築家、黒川希少没。画像は中銀カプセルタービル。ありがとうございます。